俺の責務を全うする。ここにいる者は誰も死なせない。心を燃やせ、限界を超えろ。俺は炎柱煉獄杏寿郎、負の方煉獄や。私はアインズウルゴーン、ならばその名にかけて敗北はありえない。ボディオブイファルジェントベリル。だから俺はルイズさんが召喚した使い魔なんだろ。魔法使いとかが連れて歩くあれ。そうだよ、さっきまで地球の日本の東京にいたんだよ。俺だって信じたくねえよ。俺は望んで空っぽになったのさ。最強の称号は空っぽぐらいじゃないと器に収まらないだろ。お前は小さな星で自分の小さな家族だけ守っていればよかったんだ。岩瀬とは握手しただけで、それがイコール付き合いますとは思わなかった。三好には話したいって言っただけ、それがイコール告白したことになるとは思わなかった。じゃあ聞くけど、三好も岩瀬も俺のこと好きなのかよ。好き、好きに決まってます。で、なんだ、なんで俺がこんなにモテてんだ。自主練はほどほどに、特に山道を越えて帰ったりする系のやつ。本当にお前は周りの迷惑を考えなさいと言ってんだろうが。ヒノ、サイ、ありがとう美人さん。感じたよ、君の優しさ。美人って そんな。何かお礼がしたいな。君さえ良ければだけど。